こんにちは、大阪の前西です。今回のマルキュー TV は新製品のナンバーワンチム2を使いまして、ここ大阪湾の尼崎フェニックスの堤防でチムをやってみたいと思います。早速ね、今回の巻き餌作ってみます。今回は生オキアミをね使わずに、このサッとオキアミ、この常温保存のね、オキアミでいきたいと思います。それではね、作ります。まずサッとオキアミをドバドバドバッと、結構ね、オキアミの形が残ってるでしょう。これに水が 600cc よっ。だいたいこのね、マルキューさんの尺立て 700cc 入ります。僕はね、ここでね、水が抜けるように 600cc、 はい、きちっと測って入れます。これでね、オキアミの、サッとオキアミを水なじませて、これ後でね、水入れちゃうとね、こう配合せれた後にダマダマになってね、かなりちょっとね、混ぜるの手間かかりますんでね。これもだいぶ、これオキアミの原型が出てきましたかね。これにね、このギソナギミンチ激辛、これもね、1袋入れたいと思います。これはね、いつも言ってるように入れる前によく揉みほぐして、ダバダバーっと入れます。この場合ね、一握りだけね残して、これ刺し餌に使います。はい、これも海水とサッとオキアミとなじませて、こんな感じですかね。はい、これにナンバーワンジム2、これを1袋入れます。これね、このワンジム2の特徴で、これまたこの乾燥コーンがね、丸まま入ってます。まあ、乾燥コーンの粒のままのやつだけじゃないんですけどね、他にアッペンコーンとか粉砕コーンとかまた入ってますので、ぜひ皆さんの目で確かめてみてください。あとはね、ひたすらなじませるだけですね。結構こんな感じでね、ばっか並びにしてやってね、こうそこから混ぜてやるとね、もうすぐにね、混ざりますんで。かなりね、前作よりも混ぜやすく、またかつ粘りがね、すぐに出るようなね、製品になってますんでね。もうこんなもんですかね。はい、できました。しっかり固まってます。バーンバーン、割れますね。バーン、どうでしょうか。はい、
はい、今回のねワンチヌ2の特徴をねちょっと説明しますね。中はだいたいねパッと開けたらこんな感じです。で、特徴はねこの、アッペンコーン、それとこの粒コーンで、粉砕コーン、細コーンですね、それと殻付きの皮付き麦、と押し麦と、菜麦、この3つがね、3つずつ、コーンが3つと麦が3つ、もう6種類がね新しく配合されております。それぞれね比重が違うんで地味にアピールしてくれるかな。今回は前よりももっとね比重をね重たくして、で簡単にね先も説明しましたけど粘りが出るようにっていうことで、その辺がねまた違うところですね。で前まではねこう団子にしてドボンドボンでポンと重宝って言ってたんですけれども、ちょっと水深が浅めのところとか、潮がね止まった時なんかはねばらけて巻いてもね早く沈むようにっていうようなことをね、考えて、今日もつけみたいと思います。棒浮きの、はい、だいたいこれ1号負荷ぐらいの浮きなんですかね、それに 0.8 号の中同士の重りをつけてね、で棚まで落として、あとはハリスはね1広ぐらい、そうですね、粒が溜まってね、これ粒子も重たいんでね、粒子も溜まってる感じですね、ほんでまあそこに魚が寄ってきたりとか、チヌが溜まってきたら、まあその水流でこうまたそこでこう濁ったりとかしてねっていうようなイメージなんですけども、これどうよ、これ怪しい当たりじゃないのかな、これ棒浮きって感度がええからこう持っていくまでこうちょっと合わせんとこうと思ってるんやけど、さっきから針が外れよるし、もう根がかりかな、あかんわ、小さいわ、細胞のチヌやと思うけど、いやこれ空き地のはこれや、やっぱりさあやっと1匹目が来ました。この時期のアベレージサイズ35センチぐらいかな。刺身はねオキアミだけ、今ね、餌取りは多かったんやけども、ちょっと餌取られへんかったんでね、餌取りに一番取られやすいオキアミを使ってみました。わかりました。はい、もう俺もゴミがどっか行く待つよりもギブアップっすわ。沖がねもうものすごいゴミでねちょっと釣りにならなくなったんで、ちょっと航路筋のねゴミのないところへやってきました。ここもねチヌの実績場なんで、これから時間の許す限り頑張ります。はい、けど基本ねやっぱりねこの中からに出てくるやつが出てきてくれてるのが多いんかな。場所変わってやっと1匹目、今どんなイメージで釣られましたか？これね、オキアミで全然釣らないからね、ネレーサに変えたんです。ネレーサに変えたらね、ネレーサって食いしぶりイエローね、やっぱりこう刺身さネレーサに変えたからやっぱりね、僕的にはこの時期練り餌でものすごいこう今まで釣果があるから、まあ一番ね秋口っていうのが一番この大阪湾で練り餌の効く時期っていうふうに僕思ってるから、
まあ、接客の情報は接客の情報と。そうですね。頭に入れながら。そうですそうです。で、まあ、片やコーンで釣ってるって言ってたし、向こうの人はオキアミで釣ってるって言ってたし。やっぱりあの練り餌を使う方がきちっとそこを釣るには適してますよね。一番その中でも自重のある刺し餌やから。これちょうどね、木は釣ってよく見えるからまたあれなんですけど、今までのねナンバーワンチヌーと比べてね、違うところはね、前までの、あのナンバーワンチヌーはこう塊でドボンドボンと巻いて、あの朝も言ったようにこうポイントを作るんですけどもね、今度ね、あのこのワンチヌー2っていうのはね、塊で、ね、巻かなくてもね、どう言ったらいいんですか、こう拡散して巻いてもね、もう粒子自体がね、またちょっと比重をつけたんでね、結構ねそこに効くようになってるんです。この海底に餌が溜まってるところの上を通していきましょうかっていうようなね、まあ普通こう磯とかグレ釣りとかねやったら、こうどっか潮で効いたところで中層で餌と刺し餌を合わしましょうって言って釣っていくんですけども、まあこのポイント調法っていうのは、その海底に餌を溜めてその上に刺し餌を通そうっていうね、まあ海底で同調を刺そうっていうから、まあ中層を狙うよりもまあ比較的簡単といえば簡単ですよね。もう棚がそこって決まってるから。だから極端に言うたら、巻き竿を巻いて上に浮かして釣ろうじゃなしに、そこへ沈めて釣ろうとしてるようなイメージですかね。待ってたえまだこれもね、黄色の練り餌でした。黄色の練り餌です、はい、と棚のイメージは、棚はね、そこトントンでね、ちょっとそこを触れながら転がりながら、ちょっと上状が早いんでね、浮きがね、刺し餌をずっとこう引っ張っていってくれるようなイメージでね、はい。やっぱり練り餌なんかはね、こうそこへじっとしとったんでもなかなかね、食ってくれないんでね、たまに浮きをこう引っ張りながらね、ちょっと変化をつけながら狙ってみました。君はもうこの穴の中に寝ときなさい。あ、向こう行ったな、喋りに行ったんちゃうか。とうとうポイントができてきましたね。たたいらっしゃい。いや、秋篠ちゃんがたくさん遊びに来てくれるようになりました。そろそろね、お兄さんお姉さんも連れて行ってくれますんでね。さあ、もうあとちょっと頑張りましょう。お、入ったか。これはボラチックだよね。ボラボラボラって言うとったらチヌに変わったら嬉しいんやけど、これはボラやで。おお、チヌや、チヌチヌ。嘘、ボラ。さてどっちでしょう。おい、チヌじゃないですか。使用した餌は、餌はね、今ね、もうずっと練り餌で当たっとったんですけどね、まあ、あまりにも当たりがないんで、今度はコーンとオキアミっていうね、定番のパターンで。コーンとオキアミですね。はい。棚は、棚はね、そこいっぱい一緒ですね。だからやっぱりこう、刺し餌の目先をちょっと変えてやったんが良かったかな。はい、皆さん、ご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。ナンバーワンチヌー2、しっかりねポイントができてね、同じラインで、時代になればね、当たりが連発して、しっかりね、そこに、魚が寄ってるっていうことで、
まあ、見せれたんじゃないかなと思ってます。これからね、12月、1月、2月、水温がね、もっともっとね、下がってくるとね、今日お見せできたチヌーよりもね、もっと大きいチヌーがね、釣れますんで、ぜひね、皆さん、マイポイントへナンバーワンチヌーを持って出かけて、大きいチヌーをね、狙いに出かけてください。マリキュー全員とともにありがとうございました。